知った風な口聞くのもなんだけど、人に対して一歩引くようになった感じ。まあいろいろあったんだろうけどね。私だってそうだし。近づきたいかな。遊園地で行ったことだってマジだしね。いろんなところに遊びに行きたいと思ってる。二人で私ね、人を刺したの。包丁でこうやって、包丁ってツバがないから手が滑っちゃって、それで手のひら切っちゃったけど、つまりそれが原因かなって思うんだよね。幻聴の刺したのは私の兄貴京介ちゃんは。結局一度も会ったことなかったよね、あいつと。そうだったっけ？忘れちゃった。まあいいや。あいつのことなんて別に口にしたくもなければ覚えていたくもないしね。京介ちゃんたちみたいには私らは仲良くなかったからね。仲が良くないというか憎悪してた。あいつ、双葉のこと虐待していたんだよ。あの、つまり殴るとか蹴るとかじゃなくて、その続いてた。
見て見ぬふり。私が言っても取り合おうともしなかったしね。あれから私なりにずっと考えていたんだけど、たまにはエマにそれとなく聞いたりして、つまりどうして親はそんなだったのか。きっとね、認めたくなかったんだと思うよ、そんなことは。だってそうでしょ、誰だって直視したくないじゃん、そんなことは。それと結局面倒だったんだよ。もしそんなことが表沙汰になったらってこと。海を出して嫌な思いするくらいだったらそのままにしておこうって。うん、私は解決策を探していたの。寝ている間にあいつのあれをちょん切るとか。手にしたところで、さすがにそれは考え直したけど、ただどうにかしてやりたいとはずっと思っていて、そう、刺すということの意味以上にぶっ壊してやりたかったんだ。あの頃の私にも自分の兄を刺すことが何を引き起こすかは分かっていたから。単なる通り魔とは違うよね、もっとずっとすごいびっくり箱。開けないくらいね、包丁は。体に埋まったままで、あいつ甲高い悲鳴あげてバカみたいに慌ててそれを引っこ抜いて、びっくりした。ホース向けられたみたいに血が降りかかってきたんだ。手があんまり熱いから見てみたら、そこも血まみれだし、切れたんだって気がついた途端、痛みが襲ってきて、うん、生温かい液体に下着まで濡れるのって気持ちのいいことじゃないよ。それからは大騒動で、で、一家はバラバラになっちゃったってわけで、今に至ると。ううん、だって仲が良ければ良かったほど対応に困っただろうしね。私の方もなんとなく近づきにくかったし、
障害で済んだのが結局私にとっても幸いだったんだろうね。この前双葉が私に会ってくれようとしないって言ったでしょ。それも結局そのせいなのかなって。だって怖いじゃん。私が実の兄貴刺してで一家をバラバラにさせて。ひょっとしてそんな風にして私を恨んでるかもしれないじゃん。だから会おうとしてくれないのかも。でも結果こそが重要なのは事実だから、私の動機よりは双葉の気持ちの方が大事だし、だからマージを使おうと思って。変化じゃあるまいし、待ち続けるのも限度があるから。だからもっと根本的な部分から解決できないかって。うん、ありがとう。いつか京介ちゃんの方の事情も教えてね。じゃあバイバイ。全然平気。ただ私が気を失っちゃったからそのことはすごい心配してたけど。はあ、私もびっくりしちゃったよ。そうだね、あんな風に倒れるところなんて見たことなかったから。けど何ともなってないってことは攻撃じゃなかったのかな。あのね、私が心配なのはやっぱり大人は頼れないのかなってこと。だって実際に本人に怒ってそれでも気がつかなかったってことは、私たちがいくら口で言ったところで。そうだね。警察に行っても無駄かな。やっぱりもっと意味ないんじゃないかな。
とりあえず敵なんでしょ。自分でそう宣言していたからね。怖いっていう感じはあんまりしなかったけど。そうだね、ただ嫌な感じはした。フグ大典っていうのなんとなく実感できた。絶対に一緒にはいられない、そういう感じ。時々クラスの半分けで揉めるけど、それに似ているかな。問題はどうすれば倒せるんだろうってことだよね。あれがいなくなれば虫食いも収まるかな。だって絶対無関係とは思えないよ。だよね。けど倒すって、欲しがりません。勝つまでは一億総火の玉。打ちてシアマンだね。そうだね。